おはようございます。今日は第2回原付温泉ツーリングです。日曜日の今朝8時、まだ誰も来てません。来ました。このスーパーモレも売れちゃってたんですけど、僕の趣味でグリーンからパープルに今塗り替えちゃいました。やっぱりスーパーモレは幻の白紫がかっこいいでしょうと思います。お、なんかみるみる新車のようになってきましたね本当ですね。おはようございます。おはようございます。初参加ですよね。はい、初めて参加。何を見てきてくれたんでしたっけ。はい、YouTube のコミュニティを見まして、それのお知らせで、来させてもらいました。で電話くれた方でしたっけ。そうですね、電話させていただいて参加しました。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前と、はい、どちらから来たのか教えてください。はい、島崎と申します。はい、横浜の青葉区から参加させていただきました。あ、バオワクですね。はい愛車の一言コメントお願いします。はい、ヤマハのパソーラです。それで今もともとはノーマルでちょこっと乗ってたんですけども、チャンプを所持してまして、でチャンプの 54V でちょっと事故をしちゃいまして、そのエンジンがまだ生きていたので、こちらのパソーラに積み替えて今楽しんで乗ってます。なるほど、はい、これ珍しい色ですね。そうですね、まあこれは2代目のパソーラで、セル付きのパソーラなんですけども、うん、これはその中でも大体皆さん赤とか白とか乗ってると思うんですけど、ゴールドはなかなかないカラーだと思いますので、うん、まあオリジナルのカラーで珍しいので、まあ自分も買ってよかったなと思ってます。これは目立ちますね。そうですね、なかなか乗ってる人いないと思いますので。 54V エンジンってことは、はい、まあ公道じゃないところだったら、はい、最高速は70キロ近くが出るってことですかね。そうですね、70キロぐらいだいたい出ますね。はい、まあ、サーキットとかでね。はい、うん、了解です、はい、じゃあ大事に乗ってください。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、連続参加のカマさんです。おはようございます。おはようございます。今日は前回と違うバイクなので、バイクの説明軽くお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。カマさんと申します。おはようございます。今日はですね、09のグレージュタクトに乗ってきました。で今日もですね、ヘルメットをコーディネートして、水色の、オバヘルを用意してきました。でこのオバヘルは、ホンダの純正品です。はい、おお、はい、でもともとですね、このグレージュタクトかなり錆がすごくて長期放置の状態だったんですが、だいぶ手をかけて、再生しました。で自慢点はですね、当時の、お姉ちゃん仕様ですね。でこれがですね、ちょっと珍しいんですけど、水色のこのナンバーカバーがですね、これが、珍しいと思います。はい、こういうアイテムがついております。今日はこういった、仕様で、行きました。皆さんの足を引っ張らないように、制限速度を守って、参加したいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そのセーラーズのステッカーいいですね。はい、あの当時のお姉さんが貼ったものと思われます。これそのまま貼りっぱなしってこと。はい、そうなんです、当時のお姉さんのそのままです、はい、その人に会ってみたいな。はい、はい、はい、OK です。はい、カマさんのツーリング友達ということで、今日初参加の、はい、お名前を。松崎と申します。松崎さん、カマ、はい、さんと一緒で横浜の方ですか。はい、横浜です。はい、よろしくお願いします。はい、いいですか。はい、じゃあ愛車の一言アピールというかコメントなんかお願いします。はい、こちら
愛車の V125 なんですけど、出た当時、まあ、結構早いうちに買いまして、15年ぐらいになります。おまあ、時々ですね、ツーリングに行くぐらいの感じなんですけど、まあ、はい、なんとか15年乗ってる割にはすごい綺麗ですね。そうですね、そこまで頻度が高くないというのもありまして、うん、まあ、なんとか綺麗に、はい、15年乗らせていただきます。これです、大事に乗ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、今日のためにですね、メット新調してまいりました。メット新調しなくたっていいのに。はい、頑張ります。はい、おはようございます。YouTube で書き込みしてくれた方ですよね。そうです、初参加で、目的地の厚木からわざわざ町田まで来てくれたという。お名前とあと愛車のアピールをお願いします。はい、アピールいただきました。庭です。ベンディ 50S なんですけど、多分最終モデルで飾っとくつもりで買ったんですけど、コロナで通勤バイクに変えた時に、まあ、買って半年ぐらいですかね、通勤用に変えて、うん、昔子供の頃できなかった遊びでちょっといろんなパーツつけて、うん、今は遊びながら乗ってる感じになります。で、一応点火性のだけ CDI だけ変えてて、うん、まあ、モンキー用の純正の便利な改造用の CDI がなかったんで、モンキーのやつは作って話を聞いたんで、ちょっとそれつけて遊んでます。で、マフラーはもうほんと飾りなんですけど、ちょっといじって買って、こういうもう見た目だけかっこよくします。音はどうなんですか？音はクソうるさいです。直感？直感ではないと思うんですけど、一応サイレンサーもついてるはずなんですけどね。はい、性能的にはもう40キロ超えたあたりから加速性が良くなる。はい、了解です。で、あれですよね、厚木の方ってことはもう行き先はもう覚えてます。よく行ってる感じですか？はい、行ってます。わかりました。あ、じゃあ今日先導してもらおうかな。ここまで来るのにちょっと迷ってるんで。了解です。じゃあ安全運転で行きましょう。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。 TDF の津田さんが参加してくれました。はい、変なの持ってきました。僕はですね、ハイのウォルターウルフで来てくれって言ったんですけど、なんかとてつもないものを持ってきました。この人は全く。まあ、TDF といったら80年代スクーターのカスタムで有名なお店なんですけど、まあ、それは置いといて、津田さん、この愛車の紹介をしてください。ホンダの AF07B をベースに、うちのダメなエンジンを使ってシガセックスのエンジンを乗せ替えた、まあ、合体車両。フォーストの125ってことですね。フォースト125ですね。はい、これはもしかして、はい、VF1 バルキリーのエンジェルバーズ、エンジェルバーズ仕様仕様ですよね。決してドラグナー1ではないです。ああ。ドラグナー。あ、そう言われるともうドラグナーにしか見えなくなる。はい、カラーリングが似てるんですけど、ちょっと違う。オリジナルなんです。しかしすごいよな。まあちょっと、この直しをして持ってきます。ヘルメットはどうなってんのこれは。ここだけ追加です。あ、そうなの？うん、あとはオフ車のヘルメットをベースに、ヤマハのギブソン2だって3がベースを使って、まあ挑んでただけです。すごいね、これはそのものにしか見えないね。まあね、ちょっとエアブラシでちょっと塗った部分がある、影も入ってるんで、まあそう。一応エンジェルバーズの左。うん、光る仕様かなですね。ビートで TDF でシグナスでビーナスってことですね。そうですね、コービーノとビーナス。なるほどね。
さすが TDF の本気は。バルキリーとね、まあ、いいのかな、女神だから、ちょっと2択ともあるかな。だそうです。じゃあ、今日よろしくお願いします。すみません皆さん、ちょっとバイクのトラブルで当初の目的地じゃない温泉に来てしまいましたが、ここ橋本の露天ガーデン、ここはここでいいお風呂なので、まあここ入っていきましょう。Thank you.
今朝パンジーに塗装したスーパーモレは今日は撮影者として活躍してくれました。当初の、目的とは違う温泉でしたけど、非常にいいお湯でした一日ありがとうございましたイエイ気持ちよかったです。またよろしくお願いします。あ、熊澤さん、皆さん今日はお疲れ様でした。予想しなかった、やっぱりハプニングがあって、こういうのもまた旧車の、ツーリングのあるあるだなと思って、それも含めて楽しませてもらいました。次回参加するときは目的の、七沢温泉に向けてまた熊さんに同行させてもらおうと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日初参加だったのにちょっと トラブっちゃって申し訳なかったです。やっぱり古いバイクだといろいろありますのでね、本当の目的地はいつでも行けますので逃げないんでねまた今度の時にお願いします。また、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はちょっと走行距離少なくて申し訳なかったです。スーパーマシンで来てもらったのに。この日も調子がいまいちなんで。そうなの。とりあえず楽しかった。また次回、次回はウォルターウルフで愛車を用意してた楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。またお願いします。初参加のチャマさんです。朝の自己紹介やってなかったので自己紹介と愛車のアピールからお願いします。はい、チャマです。ちょっと遅れました。自己紹介、スペーシー、なかなかあんまりないゴールドを持ってきました。また次回参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。次回は地元の厚木の奈良沢温泉とか伊予温泉ありますんで、そちら方面でツーリング行ければまた必ず参加しますので。どうもすいませんでした。次は奈良沢行きましょう。よろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はでも久々に乗ってもらって乗ったんで楽しかったです。ありがとうございます。また次回はちゃんと用意しますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、この先最後の山道なので油断しないでください。行きますよ。
俺今まで気にしたことなかったので、この二段式のボックス中身抜いちゃいます。股関節っていうのすごい、ね、これもあるの。何これ。え、バンド。要するにあのね、昔の大学生がこうね、うん、参考書かなんかをこう挟んであのバンドにしてた頃の時代を放送させる、うん、これ必要なの。え、これをだからこうやって調整してここに挟み込んでバタバタ動かないようにする。へえ。これはだから大きいヘルメットとかフルフェイスはこうやって開けて、うんうん、鍵を閉める。で、うん、細かいものは、うん、2ピースでここを開ける、うん、でここにポンって入れて、で鍵屋がロックしなくてもこのまんまなんですよ、うん、だから蓋だけの。だからロックしなければ普通の人気がつかない、うん、だから簡単にポッて入れてポッてこう入れていいな。もちろんロックもかけられる、ね、うんうん、これあのスコープロックのさ、うん、お腹の蓋みたいじゃん。でこれが、スイス専用のキャリア、うん、でここにこのロックが貼ってこれを外すと、うん、こうなる。で、こうやらないとシートが乾燥したって開かない。これだと当たってしまう。これ。うんうんうん。いやー、すげえ複雑。で、これをこうやってこうやって閉めるぞ。素晴らしいですね。頭悪いんだか頭悪いんだか分かんないですね。なんか見てたらかっこいいような気がしてきた。かっこいいってかっこいいですよね。宇宙を感じさせるでしょ。フロントにはね、LP レコードが入る。ああ、そうだね。まあいいや、キリがないからもう切る。話が止まらない。何これ、かっこいい。取れてなかった。取れてなかったよ。お疲れ様です。お疲れ様でした。気をつけて。お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうございました。連絡します。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。ブロード90、キック2発でかかりました。かぶってただけです。
そこに隠しとけ。ファンタジーした三者にまたがりチェイス。